続いてのプレゼンは犬面。舞台すべての犬は天国へ行くに出演したメンバーで構成されている軍団です。私たちの主な活動はこちらです。舞台で拳銃を使ったので、それの、まあ、イメージ、犬面のイメージが拳銃。なるほどなるほど。犬面の象徴なんだ、拳銃が。はい、この犬会っていう集まりは、定期的に行っていまして、大体新内か斎藤優里のお家で、鍋をしたり。だってこれじゃあさ、日村さんとか入るって言ったら一緒食べる。基本的には鍋大会ですよ。だから犬会なんか言ってるけど、拳銃がどうとか言ったけど、いやもう全然行きますよ、鍋大会だったら。食材なんて買ってきますし、いいね、行きますよ。いいね、はい、鍋食えんだ。どんな鍋作ったの、過去。クリーム豆乳クリーム。あ、これ女の子っぽいわ。とか寄せ鍋とか。何作った？あ、でもキムチ。餃子パーティーもしました。いいね、鍋も離れましたね、もうね。あと誕生日パーティーとかも。誕生日パーティー。これただのパーティーやろうじゃないですか、これ。サークルみたいな。なんですかこの軍団。あとはたまにお家を出て、カラオケパーティー。超楽しいじゃんこの回。この回一番いいじゃないですか。そう。何ですかこの回。この回いいね。ね、もうメンバーがすごい結束力があって、あの今まで結構開催してるんですけど、全員出席して、必ず。すごいね。誰か欠けることないなく。ないです。楽しいんだ。で、その犬会なんですが、主にどんなことをしているかと言いますと、こちらです。日頃の鬱憤を晴らしています。え、あら、まあ、日頃のこう最近こんなことがあったんだよ、聞いてよみたいな、口こぼしたりとか、口をこぼしてみたりとか、あとは恋愛ドラマとか見てて、いやこれはないわ。ただの女子会ですよね、本当に。これちなみにどういう方向の、うーん、結構言えない感じ。めっちゃお前からの顔がもうかなり重いのあるわけ。重いですか。でもそれをこうなんかこう受け止めてくれるメンバーなので、それはもう何でもいいの、プライベートでも仕事の悩みでも何でもオールジャンル OK なの。そう、日村さんも悩みが悩みを言っていいわけ、俺が。日村さんが悩みがあったの、なかなか魅力的だね。もう本当いいことしかないね、ここまでね。ここまでね、そんな犬面の入団資格、舞台すべての犬は天国へ行くに出演していること。ちょっと、おいおい、話が違うじゃないですか。ちょっと、もう誰も入れないじゃんこれ。もう無理じゃないですか。本来なら舞台に出演していないと入れないんですが、はい、今ならじゃじゃーん、期間限定誰でも入団か。やった。なるほど、今はよかった。よー、すごかったね。キリキリですよ、ここ逃したら。これ逃したら終わりじゃないですか。こんなこと初めてなんで。初めてですよ。初めて誰でもっていうのを、誰でもっていうのやらせていただいて、今回ありがとうございます、はい、誰でもですからね。ちなみに日村さんが、はい、もしこの軍団に入っていただけたら、はい、こんな特典があります。特典がある、はい、じゃじゃん。え、お、犬の役ができますよ。犬の役ができますって。ちょっと具体的にどういう、これはもうだからもう本当下僕も下僕もうこの軍団の犬になれってこと。そういう意味ですか。やるなら2をやりたいと思ってるね。なんかそのアナザーストーリーじゃないですけど、そういう物語としてワンちゃんとして出演していただきたいなと。大丈夫、このクオリティまで日村さん犬になれるかね。ここ手術で切らねえって。そういうことですか。メイクじゃない、あれ手術してるんですね。そうなんだ、逆モヒカンにして茶色く染めてここをシュルッとするんですね。続いてここタプタプのやつをこっちに持ってきて、そうそう、出れるんですね舞台に。僕はちょっとここ全部つなげて、ここ肉球みたいなのつけなきゃいけない。これ全部シュルッとなんですね。僕の場合はちょっとリスクが高いんですけどね、だいぶこの舞台出るのは。樋口どうした、はい、でも絆が強すぎて。いや俺も思った、こんな結束固いところに後から入っていって仲良くなれるのかっていうね、それは思った、はい、結構プライベートにつながる
ことが多いなと思ったんですけど、私もし入団するんだったら仕事につながる方がいいなと思ったので、サルリンゴ軍団の方が魅力的だな。確かに犬面はプライベート充実型軍団で ね鍋会はすごい惹かれて、あ、鍋、ね、そう行きたいなと思ったんですけど、うん、でもここの舞台である絆もあるから、うん、ちょっと無所属メンバーで一回鍋行きたいな、無所属チーム、無所属が仲良くなっちゃう。ここが軍団になりそうですね今ね。何みんな群れてんだろうねっつって。いい人だけどここも結局そうなっちゃうよ。結局ね、うん、なるほどね。